グロスターシャー大学は、イギリスグロスターシャーに本部を置くイギリスの公立大学である。2001年に設置された。大学内のチャペルグロスターシャー大学は、イギリス、主として、グロスターシャーに本拠地を置く総合大学である。キャンパスは4つあり、そのうち3つは、チェルトナムに、1つは、グロスターに位置している。2012年2月に、男爵夫人。 レニー・フリッチが新しい大学総長に就任すると発表された。また、現在副総長であるグロスター主教のマイケル・パーハムに加わる形でサー・ヘンリー・エル・ウェスが副総長に就任する旨、発表された。この大学は数多くの高等教育機関が統合されたり、名称を変更したりした結果、最近発足したものである。 その期限は1834年に設立された職業訓練所に遡る。1992年からチェルトナムグロスター高等教育専門大学として大学卒業資格並びに大学院卒業資格を授与することを許可されていたが、1998年には研究学位を授与することが許可された。しかし、グロスターシャー大学が 総合大学として正式に認可されたのはつい2001年のことである。その歴史はおよそ2世紀に及ぶ。グロスターシャー大学の戦略計画には、その社会的使命、価値観、目的などについて概略が説明されている。グロスターシャー地方での高等教育の機会を確保するために、グロスターシャー大学の副総長、グロスターシャー専門学校の校長、 そして、サウス・グロスターシャーストラウド専門学校の校長との間で10年間協定の覚書が交わされた。グロスターシャー大学は1993年以来環境維持を長期計画として追求してきた。そして、イギリスの大学としては初めて ISO14001 を満たす大学となった。タイムズ・ハイヤー・エデュケーションから出版された。 エコ大学ランキングの2008年版では、イギリス国内で最も環境に優しい大学としてランク付けされている。2007年に始まったエコ大学ランキングで継続して、上位5位以内にランク付けされているのは、グロスターシャー大学だけである。大学への環境の取り組みを評価するユークグリーンガウンアワードも旅だ日受賞している。2008年と2012年には、 継続改善賞を受賞している。グロースターシャー大学内にはスセバーンが設置されているが、これは国連大学が推奨する教育の継続を可能にする地域の中心拠点である。世界中に同様な拠点が85カ所存在しているが、そのうちの一つである。グロースターシャー大学は積極的にエラスムスプログラムに参加している。また、主に アメリカ合衆国への海外留学プログラムである海外大学同盟に加盟している唯一のイギリスの大学である。デームジャネット・トロッターが2001年から副総長と校長を務めたが2006年に引退している。パトリシア・ブロードフット教授は2010年3月に辞職した。2011年7月までポール・ハートリー博士が副総長と 学校役員長を務めていた。大学の評議会は、スティーブン・マーストン氏を2011年8月から副総長とすることを決定した。スティーブン・マーストン氏は、以前、ビジネス、刷新、職業技能省で、大学、職業技能の公務局長を務めていた。さらにそれ以前には、旧教育、職業技能省にて生涯学習。 職業技能局長及び旧刷新、大学、職業技能省では継続教育、職業技能局長を務めていた。マーストン氏は、1983年に、旧教育、科学省に入り、数々の学校、継続教育機関、及び高等教育機関や財務に関わりのある、様々なポストを経験し、時には、 内閣経済事務局やイングランド高等教育女性会議に行政機関部長として出向した。ケンブリッジ大学で古典文学を専攻し、2科目左右等と古典文学の大学総長賞を受賞している。2009年から2010年にかけて人事異動があった。2009年11月には副総長代理を務めていたポールボーラーが辞任した。 元投資銀行家であったポール・ボーラーについては同年12月7日に大学側から副総長代理のポール・ボーラー氏は自分の可能性を追求したいという理由で自発的に退職されますという発表があった2009年12月には学部長兼準副総長だったシャープ博士が辞任し新しくできた英国高等教育国際部のポストに就いた 副総長だったブロードフット博士は大学の財政状況に関して彼女なりの見解を持っていたが2010年3月に辞職したこの辞職に関しては公的記録がある2010年5月には大学総長であったケアリー男爵が辞任している2010年9月大学職員が公益開示法に基づいて起こした裁判では ポール・ボーラーが承認となっている。この裁判の結果は、高等教育に関する、情報誌で報道された。2011年3月には、ポール・ハートリー博士が辞任している。現副総長であるスティーブン・マーストン氏は、新たな人事幹部を迎え、寄付を一新すると宣言している。大学には、現在、1万1000人以上の全日制並びに、定時制の学生がいる。 チェルトナムとグロースターシャーにキャンパスが4つある。ロンドンキャンパスは2010年に4月に売却された。どのキャンパスにも IT 設備と図書館が設置されている。大学の学部は3つだったものが2010年9月に見直され4つとなり、改めて学部名を一新したものである。芸術デザイン学科、コンピューター技術学科、人文学科。 メディア学科を含むメディア、芸術、技術学部。会計法学科、ビジネス経営学科からなるビジネス、教育、専門研究学部。そして教育及び公共事業研究所。さらにスポーツ訓練学科、自然科学及び社会科学科、レジャー学科からなる応用科学部である。大学の学部生向けのための講座には会計学、 法学、ビジネス経営管理学、コンピューター学、地理学、生物学、社会科学、教育学、スポーツ学などがある。ピットビルキャンパスとロンドンキャンパスの閉鎖が決定されて、以来、大学、カレッジ教職員組合からは、まずい経営の結果だとして非難されている。ピットビルスタジオは、チェルトナムのアルバートロードに位置している。メディア、芸術、 技術学部の所在地であった。150年以上前に、チェルトナム芸術学校として設立されたものである。しかし、2009年10月に、大学側は、大学の財政難により、2011年までには、ピットビルキャンパスは閉鎖され、同キャンパスで実施されていた授業はすべて他のキャンパスに移されると発表した。大学は、 キャンパスの敷地の範囲分を売却したとされている。メディア、芸術、技術学部の授業は、現在、複数のチェルトナムキャンパスに分散する形で行われている。学生寮は、中心街の近くにあるレジェンシーホールと、キャンパス内のピットビル、ホールの二つがあり、部屋はすべて、バストイレ付きの一人部屋である。FCH は、チェルトナムの中心街に、最も近い。 フランシス・クロース・ホールにある歴史的建造物を本拠地としたキャンパスである。このキャンパスの歴史は1847年にフランシス・クロース聖史が設立した大学にまで遡ることができる。大学の正式な歴史資料の保管場所である記録保管所及び特別資料課もこのキャンパス内にある。大学の資料の他に グロースターシャーなどに関する特別な収集資料も保管されている。記録保管書及び特別資料課は、ブリストルグロースターシャー考古学協会図書館の管理を委託されており、また、グロースターシャーの詩人、作家、芸術家の作品の収集と管理を任されている。その中には、グロースターシャーのディモック村を本拠地としたディモック村の詩人たち、ウィッティングトン出版。 詩人の UA、ファンソープ、ジェームズ・エル・ロイ・フレッカーらに関する作品や愛品などがある。さらに、ポール・オリバー・アフリカ系アメリカ人の音楽並びに、関連の伝統コレクション、トリッグズ・レッサー・バンジョーコレクション、そして、地域産保管庫も、記録保管所及び特別資料課の管理下にある。保管所は、職員、学生、そして一般に公開されている。このキャンパスには、 人文学科、教育学科、自然科学科、社会科学科、芸術学科がより集まっている。学生寮は、キャンパス内のシャフツベリーホール、ハードウィックホール、そしてリージェンシーホールにある。さらに、セントジョージズ、セントメアリーズ、メイデンホーン、ホワイトハートでも、学生を受け入れている。芸術と、写真撮影のためのハードウィックセンターは2011年に、 開設された FCH にほど近い場所にある。学生は美術、そして写真技術といった芸術系の科目を学ぶことができる。2011年にピットビルスタジオからパークキャンパスにメディア学部が移転した。公開報道室、スタジオ、編集室、教育施設など最先端技術を使用した施設が設けられている。メディア学部ではジャーナリズム、 デジタル映像制作、テレビラジオ制作といった科目を学ぶことができる。優れたメディア教育を実施している、大学等に与えられる称号、スキルセットメディアアカデミーを与えられ、ノースバイ・サウスウエスト、グロスター・シャー・ウィルトシャーメディア総合技能、専門学校連合に加盟している。このキャンパスには、ビジネス、教育、専門研究学部があり、ビジネス、経営管理、 法律、宣伝広告、コンピューター、レジャー、観光、ホテルレストラン業、メディア関連の科目を学ぶことができる。このザ・パークキャンパスは、面積が一番大きく、イベントが開催される回数もこのキャンパスが一番多い。学生寮は、パークビラ、チャリノー、エルドンメローダウン、エルドンメローダウンアネックスなどが、キャンパス内と、キャンパスに隣接した場所にある。 また、チェルトナムの町の反対側には、ディリージェンシーホールがある。2009年5月から、グロスターシャー野生動物トラストとの提携により、ザパークキャンパスの敷地は、地域共同体の緑地に指定された。園内には、天然木、観賞用を合わせて900本以上の樹木があり、また、浅い湖、在来種生息のための草地などがある。詳細は、ザパーク、 グロスターシャー大学を参照のこと。オクストールズキャンパスには応用科学部がある。キャンパスとして利用するために2002年にグロスターシャーに開設された。このキャンパスには、照明付け全天候型競技場、フィットネスルームなどのスポーツ施設があり、また、生物学的評価など、様々な科目のための研究設備も充実している。 その分野の研究では先駆者であるクレムバークのドラミングプロジェクトから発展したドラム研究所などもここにある。このプロジェクトは太鼓を演奏することが物理的、心理的にどのような影響を与えるのかについて探求したものである。ロンドンキャンパスは1973年に都市教育基金として教員養成用初期教育の質を高めるために 設立されたものである。2003年9月、都市教育基金がグロスターシャー大学に併合され、その一部となった。ロンドンキャンパスでは、初等教育用の1年生の大学院教育が行われ、これがノースイーストロンドン初等教育大学院プログラムの拠点にもなった。ロンドンキャンパスでは、教育実習の際に、 国中の大学から集まる学生を都市部の学校に配属する手配と管理も行っていたのである。ロンドンキャンパスは830万ポンドをかけて改装が行われ、改装終了後2009年2月に再開された。しかし2009年9月には大学が同キャンパスの閉鎖を発表する。タイムズハイアーエデュケーションは経営コスト削減のため、 グロースターシャーにべての業務を集結させることに決定しましたという大学側の発表を引用している。これはイングランド高等教育女性会議が定めた人員補充のための予算の上限とグロースターシャー大学の財政難とが原因でもう一つの犠牲とでも言うべきピットビーユスタジオと同じことが起きたのである。ロンドンキャンパスは2010年4月に 970万ポンドでロンドンホステル協会に売却された。ロンドンホステル協会は1940年に設立されたロンドン大空襲によってホームレスとなった人々を支援するための組織である。現在、ロンドン市内に12の寮があり、安価な費用で1450名以上の学生や、 若年の知的労働者たち、あるいはロンドンに出てきたばかりの人たちに良質な住居を提供している。グロースターシャー大学には長いスポーツの伝統があり、特にラグビーリーグ、ラグビーユニオン、ホッケー、サッカー、テニス、ネットボール、バレーボールという7つの主要競技において専門的な知識と技術を応用してきた。大学はこの10年間、 大学生ラグビーリーグの発展を先頭に立ち尽力してきた。2013年3月に大学生ラグビーリーグのチームであるグロースターシャーオールゴールドはプロランクに移りサンブリーグであるチャンピオンシップ1に加入した。2012年に大学のスポーツマラウィーイニシアティブは2012年ロンドンオリンピックに向けての表彰大賞で金賞を受賞した。 大学は、マラウィのオリンピック選手団に宿泊場所を提供し、グロースター市議会、チェルトナム自治区議会、サンドフォード公園プール、アスパイアスポーツ文化基金と提携して、グロースター社共同組合を組織し、上記チームに対して2012年のロンドンオリンピックのための準備に利用できる施設を提供した。学生寮として、キャンパス内のオクストールズ、ホール、アーミンホール、 そしてアッパークエイが利用された。グロースターシャー大学の学生連合は、全日制学生の委員4名と定時制学生の委員11名で構成されている。委員は学生の投票で選出され、現在の代表はリケッシュ・パテルが務めている。自治会は学生に対して社会奉仕活動やアルバイトの仕事といった様々な活動についての情報を、 数多く提供している。また、毎年恒例の夏のイベントである、サマーボールを主催している。これまでに、トップローダー、リズルキックス、ガールズ・アラウド、レッジゥーなどのバンドが誕生している。また、トーンレディオが公式の学生ラジオ局であり、スペースが学生自治会の新聞である。これらは、学生が学生のために制作している。 グロースターシャー大学は2012年に学外研修制度を採用し、学生の雇用機会の増加を目的として、社会奉仕活動、企業活動、実地研修への参加を推進している。学生の意識の取り込みは様々な方法で行われている。その一つが全国学生調査である。グロースターシャー大学での2012年の回答率は70%で、 所属学区の67%を上回っている。この調査には、大学院生教授体験調査も含まれていた。ナチス将校の制服を着た学生に監督されながら、新入生が頭部に袋をかぶり、酒を飲んでは吐くという様子を隠し撮りしたビデオを BBC が入手した結果、2008年10月、調査報道が実施された。さらに2008年12月には、 バス乗車中にオートするという事件がラグビークラブのメンバーによって起こされた。地域の新聞からはアルコール付けの通過儀礼だと揶揄されている。大学の同窓会は大学や関連カレッジの卒業生や元教職員を含めた3万9000人もの世界にまたがるネットワークとなっている。月間ニュースレッダーを発行しイベントを開催したり、 昔の同窓生や友人たちが再会するためのきっかけとなることもある。名誉博士号授与者は名誉フェローシップが与えられ、その中にはミュージシャンで、事前活動家のユスフイスラム、俳優で、監督のサイモンペグ、詩人の UA ファンソープ、スーパードライブランドのスーパーグループ創業者で、起業家のジュリアン・ダンカートン、ソプラノ歌手のデーム・フェリシティロット、そして、 ザ・ライト・リバード・アンド・ライト・オナラブルの継承を持つ、ジョージ・ケアリーなどがいる。名誉フェローには、アナウンサーで、物理学者でもあるキャッシー・サイクス、国際的なクリケット選手である R.C. ジャック・ラッセル、ガーデニングのプロで、テレビ司会者のクリス・ビアード・ショー、そして彫刻家のリン・チャドウィックなどがいる。ありがとうございます。